はい、どうも皆さん、ヨーソローおかげ丸です。今回も、良い闇の影実況プレイやっていきたいと思います。前回ですね、無事、トゥルーエンド、エンド1を見ることができましたので、今回は残りまだ見れていないエンディング2を見に行きましょうか。ですね、とりあえず条件がですね、わからなくて、いろいろ探索したんですけど、わからなかったので、サイトにある攻略を見ましたところ、どうやらですね、20年前の映像を、ハサミで切って、永遠の記憶っていうパスワード入れたやつね、あれは見た状態。で、なおかつ、ザッピングが終了していない状態ってことで、今まさにその状態なんですよ。まだレン君の探索が終了していない部分ね。なので、おそらくこれでいけば、エンディング2が見れるのかなと思いますので、行ってみましょうか。入りましょう。さあ、どう変わっていくのか。カナちゃん、あ、僕は忘れていたんだ。忘れちゃいけないのに。ジュン君、20年前の約束、それを果たすために大人の姿で会いに来てくれたんだね。ごめん、ごめんね。ジュン君のせいじゃない。ジュン君は私を守ってくれた。お願い、行かないで。あの日以来、子供の霊を見るという噂も不思議な出来事もなくなった。きっと心残りがなくなったんだろう。俺はお前を救えただろうか。お前は救われただろうか。今でもわからないままなんだ。答えはお前が持ってるんだろうな、ジュン。なるほど、最後にジュン君、シーンが、なるほど、最後に死んでいたのはジュン君だっていうヒントを残して終わるエンドが。3人の子供の頃の思い出とともに。あ、舞ちゃん、お父さんか。ナンバー2、アナザーエンド。なるほど、こうなり得たっていうエンドが。なるほどな。レン君がまだちょっと半分ぐらいしか知らない状態で終わっちゃうわけか。なるほどね、オッケー、了解しました。さあ、これで達成率 92%、 あとおそらくこの3つが 8% を占めているんだと思いますが、ここはどうしようかな。ちょっとみんなにぜひやってみてもらいたいな。おそらくこれ序盤の部分だから。そうだね。じゃあちょっとここ残りは、なんか 100% 攻略とかにしちゃうとなんかちょっと攻略動画みたいになっちゃうんで、僕は今回で終わりにしましょう。残り皆さん3つはぜひね、皆さんで見ていただいて、僕はこの後ね、ちょっとプレイして、このまま、最初からもう一回やってね、ちょっと見たいと思ってます。ということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひ皆さん、自らでプレイしてやってみてください。説明欄にダウンロードリンク貼ってありますので、よろしければご覧ください。ということで、ご視聴ありがとうございました。また他の動画や、次の、動画でお会いしましょう。バイバイ。